悲願過ぎまでは夏目漱石の長編小説。1912年1月1日から4月29日まで朝日新聞に連載され、同年に春陽堂から刊行された。修善寺の大幹後初めて書かれた作品。自意識の強い男と天真なその十枚との恋愛を描く。短編を集めて一つの長編を構成するという手法が具現化されている。 後人、心と続く、後期三部作の第一作である。連載が始まる前年、漱石は、文部省からの文学博士号の授与を辞退している。辞退した理由は、学位の授与を審議する、博士会が授与を見送ったにもかかわらず、漱石が大病を患ってから、一点授与に返事たことにあるとされている。漱石は1910年の夏に病を悪化させ、既得状態になった。 この一年半の後に、悲願過ぎまでの連載が始まったのだが、漱石は連載開始にあたり、初日に悲願過ぎまでについてという題の序文を発表している。これに売れは、長く休んだために面白いものを書かなくてはいけないと感じているとしている。また、悲願過ぎまでという題名は、元日から始めて悲願過ぎまで書くつもりだったので、名付けたことがわかる。曹関は、 修善寺の体幹の他にも、発表前年の11月に、生後2年の五女ひな子が死亡している。また、江戸厚氏は漱石が、この時期に、分断で孤立化していたと指摘している。悲願すぎまで、は、序文にある通り、数本の短編が集まって一つの長編を、構成する、という手法が取られている。唐谷ゆきとは、これは、我が輩は猫であると同じ構成だとして、 この作品は漱石が原点回帰を図った探偵小説であると評論している。ただし、漱石はその序文で数本の短編が集まって一つの長編を構成する作品はこれまで試みたことがないとしている。連載が始まった日と同じ1912年1月1日には、孫文が中華民国の成立を宣言し、その翌月に愛深刻ラフ義が、 新朝皇帝を対して清志が滅亡している。中国情勢だけではなく、世界情勢はいよいよ混迷を深め、日本が暗淡の家中に身を置き始めた時代でもあった。作品にはそうした時代的背景が盛り込まれているが、序文に、今の世にむやみに新しがっているものは、三越五福店とヤンキーとそれから分断における一部の作家と評価だろうと自分は、党から考えている。 自分はすべて分断に乱用される、空想な流行語を借りて、自分の作物の商標としたくないとあり、百年を過ぎて、なお色あせない作品と言える。いくつかの短編小説を連ねることで一編の長編を構成するという試みがなされている。いくつかの章は、和者が変わる。鈴木美恵吉の選んだ、現代名作集第一編には、 須永の話が独立した短編として収録され、雨の降る日は独立して文集、色取りに収録された。長編として厳密な統一性を求めず、各章を個々の短編を書くようにして、視点と文体の変化をさせている。各章の概要は以下である。父母妹、田口邸五千。田川慶太郎、すな一蔵妹、千代子白大師。 ご一やににやねによい子、森本高木。江藤厚史、漱石とその時代より慎重文庫、悲願杉ぎまでの解説より、ありがとうございます。